トルデーモン、我が意向を人間界に知らしめるための次なる一手について今から検討するわよ。もうこないだ配信やった時に話したじゃない。主の言葉を正しく理解するのはリトルデーモンにとって非常に重要な能力よ。側近だからといってその能力を錆びつかせることのないようにね。さて本題よ。ショート動画だけどどんな内容がいいかしら。普段の配信でやっていることの短縮版みたいな感じでいい？とにかくやるだけやってみましょう。今は学校にいるからできることには限りがあるけど。じゃじゃーん！ヨハネのどこでも魔界更新占いセット。さあ始めるわよ。リトルデーモン、何か知りたいことがあれば言ってみなさい。このヨハネが占ってあげるわ。任せなさい。大地深く眠る獣たちよ、混沌の底に潜む黒き血脈の者たちよ、我が声に応え目覚めの方向を轟かせたまえ。わかったわ。明日の天気は曇り時々晴れ。かかってたの？いつもより短くなるように省ける工程は省いたのに。今度見せてあげてもいいわよ。一晩はかかるだろうから泊まる用意をしてきなさいね。無理よ。あれ以上カットしたら占いの精度が著しく下がってしまうわ。そうね、悪魔召喚をやってみましょうか。弱いやつならすぐ呼べると思うわ。はあ！どう？何分？じゃあ何をすればいいのよ。1分以内にできることなんて。打点巡り？